当にチームワークがあるチームだと思います。守備面でいうとやっぱ全員が一つのボールに向かって、一つのアウトを全員で守るというか、攻撃でいうとやっぱり打線っていうのがやっぱ自分たちのモットーなので、しっかりこのホームランを全員狙うのではなくて、このライナー性を打ってやっぱ打線にしたいというふうに思っています。やっと借りを返せるというか、はい、もう喜ぶ気持ちもありましたけど、本当にやってやるぞという強い気持ちのがありました。父の野球をやってた姿を見て、それで野球やりたいなと思って始めました。お父さんもやっぱ甲子園目指してやってきたと思うので、その面に関しては本当に甲子園行けて、自分がやっぱ父の代わりに暴れるというか、そういう気持ちです。おじいちゃんとおばあちゃんが本当に応援してくれてるので、本当に報告しました。本当にずっと見に来てくれてたので、本当に喜んでました。甲子園で打てよって、県大会で全然結果出なかったので、甲子園で絶対打てよって言いました。もうね、3年ぶりの甲子園ということで、やっぱ先輩方がやっぱ流した涙っていうのを自分たち見てきたので、甲子園でやっぱ活躍することが恩返しだと思うので、そして甲子園でも一生まずできるように頑張っていきたいです。持ち味っていうのはやっぱり足を使って塁に出てどんどん積極的な走塁をしてチームのチャンスを作るっていうのが自分の持ち味だと思います。前のバッターの方がヒットで塁に出た時にしっかり自分が 点を取れるようなバッティングです。じゃあやっぱり秋の関東大会では木更津総合の粘り強さっていうのに負けてしまったんで、取られても取られてもやっぱ取り返すっていう野球で勝ちたいと思います。3年生たちは最後の大会なので、邪魔にならないようにプレーしていくってことと、1年生には基本に見られるようなプレーをしていきたいと思います。マネージャーにお守り作ってもらってるんですけど、すごい嬉しかったです。もうこれで頑張ろうと思いました。やっぱり夏の県大会っていうのは自分は守備ですごい迷惑をかけてしまっているので、甲子園では守備でもっとチームに貢献できるように頑張りたいです。1点差で日本一目指して頑張りたいと思います。アンダー15でも一緒になった横浜の藤平と投げ合いたいです。150キロ超えの大型右腕っていうか、日本がやっぱり代表するようなピッチャーと思うので、一緒に投げ合いたいなと思います。気持ちを強く持って、その不動心でどんどん攻めていくピッチングだと思います。高校野球まではしっかり打って走って守れるピッチャーっていうのを目指しているので、しっかりそういうところも手を抜かないようにやってます。好きなものといったらやっぱピノを買います。一番アイスで好きなのでピノを食べて、リフレッシュというか、いつも食べているので、いつも通りっていうことで、食べてます。昔はやっぱり自分のことしか考えないでピッチングしたんですけど、やっぱりそのチームのこと考えて投げるようになったなって言ってくださったので、嬉しかったです。いつもは怒られたりダメだなって言われます。そうですか。やっぱり最後の夏っていうことは本当に勝ちたいっていう思いが強かったので、やっぱりそれをやっぱりピッチングでも表して投げられたかなっていうふうに思います。代表校としてしっかり恥じないプレーというか、責任感を持ってしっかりエースとして投げて、チームとしてはやっぱり一戦必勝で、チームワークっていうのが自分たちの売りなので、しっかりそれを発揮して勝てるように頑張っていきたいと思います。一戦勝で優勝するぞ。イエーイ。